皆さんこんにちは。今回は後手番でいきたいと思います。相手の方嬉しの竜相手の方嬉しの竜、嬉しの竜には私王位ありますから、嬉しの竜は許さない。嬉しの竜だけは許さない。嬉しの竜には恨みがあるんです。ないけど嬉しの竜に対して恨みは全くありません。別に。ただこういう急戦系の将棋はどちらかといえば、なんていうんですかね、苦手、最近でもなあんまないんですけど、昔は結構苦手意識があって、こういう嬉しの竜とかされると嫌だったんですけど、なんか自分って結構無理やり玉を固くしようとする癖が昔あって、まあ今もそういう気はあるんですけど、そうですね、それがちょっとたたってなんか勝ちにくいっていうことが結構あったんですけど、まあ、最近なんかもうこっちもこうやって急戦で指すっていう指し方を覚えて、なんかかなり楽になったというか、かなり勝ちやすくなったかなっていうのは感じてますね。これはもう突くかな、突いて同歩同飛車で歩を打ちますよね。で飛車回って銀取りで、銀取りを受けるには多分銀引きぐらいしかないんですけど、そこで4筋の歩を突くとかはどうなんかな。わあ、こういうのって考えるともう行きたくなるんですよね考えるとそれはもう行かざるを得ない。まあじっと銀出とくもあるんですけど、この歩取るのマジ良さそうやからな。まあ行っちゃうか、行っちゃいましょう。これは歩成りは厳しいんで、さすがに同歩しかないと思うんですけど、同歩に同飛車で、で桂取りが厳しいんで、まあ歩か歩かどっちかしかないと思うんですけど、まあ歩下はちょっと壁になっちゃうんで、上から打ってくると、この場合は上から打ってくるんじゃないかなと思います。で飛車回って、で、ああそこか、まあこっちの方が2筋から攻めた時に強い意味があるんですね。ちょっと棒銀で攻めていった時に、なんていうんですかね、こうへこんでるんで、ちょっとこっちとしてはなんていうか、こうさらに攻めにくいって意味あるんですけど、ここに打っちゃうとこっちが壁なので、今度はこっちから動いていきたいかな。まあどっちにしろこう回る予定ではあったんですけど、ここに打たれてもこう回る予定ではあったんですけど、ここならなおさらこう回って銀取りにして攻めていきたい。あ、でもこれ銀こっちがあるか。あ、それ飛車引きで詰みか、銀が。あ、そこ角出る手があるか。あ、銀でね、銀では警戒してない。銀では知らなかったけどね、まあそうですよねそうだと思いました。銀ではなんとなく危ない気がしたので、そっちが本命ではあったんですけど、ここでどうするかか。いや、銀出ようと思ってたんです。あ、違う、飛車引こうと思ってたんですけど、銀出る手がありますね。そこで飛車寄った時に角を出て、飛車が引くと銀が出れるんで、もう飛車を引いてるような時代じゃないか。歩突きとかで攻めた方がいいかな。ただ歩突きは、まあ、同歩なら同飛車で王手で活用できるんでいいんですけど、歩突きには銀引きが気になる手で、飛車を引くとそこでこう歩を取られて、ちょっと攻めが難しいから、歩ついて銀引いたらもう同飛車なりとかで攻めたいんですけど、同角で銀打って取られて同角同歩、やりすぎかさすがにやりすぎかな。それはないことはなさそうやけどな、そういうのやりすぎかな飛車回っとくは、でも銀出られて嫌かな。歩ついて銀で同飛車なり同角なり同金、それは微妙よな。歩ついて銀で同飛車なり同角銀、角かわし同角同歩、じっと3五銀出とく、銀出には飛車引いて銀、いや次銀出られたら結構嫌ですね。だから歩ついとくとかもあるけど、それはちょっと弱気すぎる気がするな。それは弱気すぎる気がするから、えいあかん、何も読めてないのについちゃった。そうですよね、そうですよね。
取って同角にじっと銀、8六歩銀で歩成銀成、それはうるさいか。切って同角銀、取って同銀かわし銀絡み、いやーでもこれも切るしかないんじゃないかな。切るしかないわ。被害妄想か、被害妄想、絶対今日本語の使い方間違えたな。いやーもうでも行くでしょう。引いて行くようでは面白く、これでじっと活用しといて、なるほどね。でも銀で、銀で紐をつけたらどうですか。あーそこで同銀同歩には角があるけどな。あ同銀に飛車なろうとしてんのか。同角は同角同歩飛車打ち、あ角打ち、飛車なりに金上がって逃げて金取る。うわーこれ待って、結構難しい同銀もあるし意外に同角もある。これ同銀ってすると同歩 でそこで角打った時に飛車なった手が王手銀取りで、受けた時に王手受けた時に銀取って角成りで、どうか。ここで同角なら同歩で角打って飛車なって金上がる、その時この銀が結構連結してるんで大丈夫っていう説あるな。うわ鬼難しいやんこれ待って、同角な気がするけど違うかな。同角で同歩に角が飛車金両取り、それをどうしてくるか。同角同歩角打ちで一回飛車成りの王手には金を、多分こっちに上がる方が玉安全だと思うんですね。金こっちはなんかなんとなく薄い気がするから、金こっちを上がりたい。まあこれは取られたらもう打つしかない。なにこれ、そっかそんな手あんのか、なにこれ、なんだこの技の応酬は。そっか両取り受かるんか、金受けつつ飛車受かってますね、金受けつつ飛車受かってる、なにこれそんなことある。でもこれは飛車の方を取るしかないんかな、取ってで銀で解くか。いや今の両取り受かったの歴史、あーちょっと待って、そっかそれ言う手があるの。これ角なって同玉に頭金と銀取りですね。うわこの将棋何この将棋何、まあ銀なるしかないかな。どっちの銀をなるかっていう問題はあったんですけど、これで馬切って同玉に馬引きっていう手順で、こっちの持ち駒に金がないので必死に見えるんですけど、ここで金を補充して頭に金をこっちから打てば受かる形なので、こっちの玉は意外にこの金を補充できるので耐久力がありそうですね。まあこっちの持ち駒に金がないと結構受けにくいっていうことはあるんですけど、ここで金が補充できるので結構大変というか簡単にはよらないと思う。ああだからそれベタ金できますよね。同金同馬は寄りがたちよな、逃げて金欲しいんですけど、金あるとかなり寄せやすいけど、で逃げた時に取ってきますよね。で歩を叩くと逃げて金取られた時が結構安全だと思うんで、歩叩いて逃げて銀成りとかで寄せに行ってどうなんやろ。結構それ受けにくいんじゃないかな。ここは逃げるかな、ここの方が王手かかりにくいと思うので、で歩打ってどうか、取っちゃうのは同玉で寄りにくいと思うので、あーでも同飛車で寄らないって言ってんのか、いや強すぎるな強すぎるぞ、なんだこれは、技がすごい、先ほどから技がすごいんですけど、まあ取るかな。で同金は歩なんで同玉ですよね。その時に飛車打った手がなんかになってないなんかになってないって、飛車打った手がなんかこう玉とこう聞いてくればいいんですけど、歩打って同金同銀成同玉に飛車打つ、まあ王手馬取りだけど
馬取った後に馬寄って王手して迫られると負けそう。ふうって同期に飛車捨てて同玉に銀成り、金を打って金を打つ、同期に飛車で、こっちの玉ってどんだけ渡してんやろ。飛車渡したらさすがに詰むんですかね。馬切って同玉銀逃げて金逃げて、いや飛車渡したら詰むのかな。ふうって同金飛車、同玉銀成り、いや詰まないにかけよう。詰まないにかけますか。詰まなければ結構、逃げね。逃げで詰めろがかからない問題か。それ考えてなかった。強すぎ銀成りが詰めろじゃないの。銀成りが詰めろじゃないか。飛車打ち同玉飛車は逃げられて詰まないか。うわー、銀成りは馬寄られて逃げて金取られた手が多分詰めろで負けそう。何この方何この方。だから飛車で寄せに行くとかあるんか。同金、でも同金同歩成で逃げられて全然ダメか。これ一応飛車打ちの詰めろで、同金同歩成同玉なら、まあ、金打ちとかで結構うるさいと思うんですけど、同金同歩成の時に逃げられちゃいますね。沈黙。そうか。マジ何者マジ何者。いやすごいな、この将、そうでもないのかな、自分だけですかこの盛り上がりは角とか、いやそう見えなかった。角からの角ね。そうか、いや待って、まだ終わってないよ将棋は。諦めたら試合終了ですよって安西先生が言ってた。安西先生が言ってますから、安西先生の言葉を無視するわけにはいけない、いかない。馬寄りね。これは合駒するわけにはいかないし、上は頭金、下は銀取りで詰みなので、これはここしか選択肢がない。で取って、で同歩成ですよね。で逃げられるんですよね。そうですよね。その時にお詰めろがかからないかな。お詰めろかからないどころか、これ金打ちからの詰めろか。こっちが金同銀銀で逃げて飛車、金に同玉は銀取られて、うわマジかマジか。いやじゃあ打つ、いやでも打つんじゃ未来ないもんな。打つんじゃ未来ないもんな。うぬぬ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 、うわー待って、飛車、うわうわ、これ詰めろか切って、うわー七七飛車戦法、詰みまである。いや強かったな。何これ、手合い違い、なんか圧倒的読みの差を感じた。圧倒的な読みの量の差を感じたんですけど、なんか手の見え方が違う気がする。いやしかし試合諦めたらしい、いやこれ積んでるんですよね馬寄りで。安西先生にそう言われても、積んでるものはどうしようもないんですよね、さすがに。いやでも積まされなかった時のことを考えよう。詰まされなかった時のことを考えても絶望。金打ちが詰めろに、まあこれまあ同桂しかないですよね。同桂でまあ金取って詰みか。同桂に金取って同玉に銀打ちから詰みですかね。まあ飛車打ちもありますね。飛車捨てて飛車成って同玉に頭金とか、まあいろいろ詰みかな。どうすればよかったんやろう。これは逃げるしかない。合駒は同流で無効なので、仕掛けたのが良くなかったのか、仕
かけたのが良くなかったのか、ちょっとそのあたりソフトで見たいですね。ソフトで見てちょっと感想戦していきますけど、これはあとは飛車成りで詰みですね。飛車を成れば相手の方の勝ちというか、こっちの逃げ場所はないので詰み。早く詰ましてくれい生殺し、生殺しタイム来たか、詰ましてくれそうですね、これは詰みですね。ちょっとソフトで見てきます。というわけで感想戦なんですけれども、これポイントが2つあって、1つ目は、まあ、この仕掛けていったあたりはまあまあ良かったんですけれども、飛車回って銀引いて歩をついて銀を引いた時に同飛車成はやりすぎでしたね。これはダメでしたね。最善はさすがにこう引いておく方が良かったみたいで、まあ、こう取られ味よく取られるのが嫌だったんですけど、まあ、ここで一回銀を追い返してこう銀を引かせれば角道が止まって、これがあんまりいい形ではないので、まあ、そこでこう銀を出ておくぐらいで、まあ、これで一局の将棋でしたね。飛車を切ってしまったあたりからちょっとこちらが不利になってます。ただまあ不利ぐらいで、なんていうか実戦としてはまだまだ難しいかなっていうところだったんですけど、そこでこっちがちょっと粘りきれなかったですね。何が一番良くなかったかっていうと、ここで銀を出たのが良くなくて、まあ、ここ問題にしてると思うんですけど、ここで一回金を上がらないとダメだったみたいですね。これは難しいこれは実戦ではなかなか難しい。ここで金を上がって馬逃げつつ桂馬取ってきた時に銀を出ておいて、次に銀成りとか狙えば、まあまだまだ実戦としては難しい、まあ、若干こっち不利なんですけど、まあ実戦的には難しいかなっていうところで、まあ局面の均衡を保ててたかなと思います。本譜は単にこれ出てしまったので角打ちが激痛で、いやー見えてなかったですね。これが銀取りと、まあ銀取りなのでこう銀逃げたんですけど、角で金を取られて同玉と取ると頭金で詰みっていう筋があります。この2つ両方とも厳しいので、これを食らってしまってはいけなかったですね。まあ、先ほどの最善のこうここですね、この銀出た局面で金を上がるのが最善とお伝えしたんですけど、こうやって馬を追い返しておけば角を打たれても銀取りにしかなってないので、まあ銀になっていけば難しいんですけど、本譜はこの角打ちが、この角打ちが激痛で、ここからはこちらがかなり苦しい形勢になってましたね。いやーでもこの攻めも的確に受けられましたね。そうですね、ちょっと最後は的確に受けられて、まあ、こちらとしてはもうどうしようもなく飛車打ちとか、まあ、粘りになっているのかもわからないんですけど、とりあえず打ったんですけど、まあ、そこも的確に寄せられて、最後は、まあ、玉逃げた時に飛車成りで詰みでしたね。いやーちょっと、まあ、派手な応酬で指してて面白かったんですけど、ちょっとそのあたりで最善をさせるようにまた勉強します。1級から2段の方向けに達成率が上がる次の一手問題をYouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しくは概要欄からご確認ください。